どうも、桜井徹です。アサシンクリードオデッセイ、続きをやっていきたいと思います。前回までは、カサンドラ、いろいろ回線をしまして、パロスとの関係がちょこっと優位になったのかな、このナクソスのあたりが。さあ、それで、お母さん、ミュリネさんとスパルタに戻ろうか、そして、あんたのお父さんのことをちょっと教えたろうわ、みたいな感じで、教えてもらいました。テラに行ったらええって言ってましたね。運命のカルデラ、テラ。ここか。家族が受け継ぐもの、何？へぇ。船で行くしかないな。俺、寺行ったことないか。行ったことないとかあったな。じゃあ、寺に行こう。近いしね。ちょうど、アドレスティア号が近くにいたので、場所が違うな。南だ。はいはいはい、さっき喧嘩したもんね、アテナイ軍ね。さっきってか前回の動画でね、ずいぶん戦いました。4隻ほど沈めました。そりゃ怒っても仕方がないわ。うん、さっき戦いであんまり見なかったけど、ちょっと豪華になったよね、船が。船先なんてこんな鋭利だったかしらみたいな感じになってるもんね。切断する気満々みたいなさ。おっと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 、それぶつかるで。よいしょ。前見ろよな。さて、まあ今向かってる方向としては、カサンドラの実の父、あのスパルタの狼ではない、あれは育ての親だからね、血のつながった父親を探しにテラっていう島へ向かっています。なんか俺だけかな、テラっていうと FF9 を思い出すね。漂流物どこに？あった。あー、取れた。よかった。あ、そういえば船員をね、今女性にしてるんですよ。女性がメインの船員にしてると船の歌も女性の声になるんだね。男だとね、男性か女性かで選べるんだけど、男性にしたら男性が歌うんだよね。どっちもおてぴよって歌います。ずいぶん荒れ果ててるな。来るつもりはなかったか。いや、まあけどお父ちゃんがいるっていうなら来るよね。情報探索ね。オッケー。本当だ、八重してるわ。石板しかないな。何が書かれてるの？ミノアの遺跡で調査をしている間に入り口について書いてある文章を見つけた。少し解読したところ、どうやら私が見つけた反射鏡が仕掛けの一部になっているらしい。鏡の位置を合わせ遺跡の中へ戻ると、地下深くへと通じる道を発見した。はあ、はあ、はあ、鍵がかかってる。石板をもう一度調べよう。石板ってどれよ。あ、これか、古代の石板。あ、反射鏡、あれか、反射、何、あ、蛇ね。反射鏡、はいはい。ああ、上にもある。なるへそ。あー、こりゃまた難しいな。鏡を使って明かりをあの扉に向けたらええっちゅうことな。なんかインディ・ジョーンズ的な感じか。
これ邪魔なんじゃね？え？どうなってんのこれ？おおおはい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 、光が見える。はいはい、あれだ、あの光だね、太陽光線みたいなビーンって通ってるよね。うるさい、邪魔。あーはいはいはい、太陽光線ビンビンってなってるやん。で、あ、ここがね、はい、あー、これが邪魔しとるわけね。これを動かす、動かすと次これに反射するから、これを動かす。うん、とりあえずこれは壊した方がいいよな。こいつでいいのかな。本当親切やな。これであっちにビームが通ったから、そこの建物から、ああ、この建物がもうあれだ、あの何、遺跡の入り口に向けてるやつの近くな気がする。そこが太陽当たってるから、まず、うん、あダメか、せやな。あ、けどこれ動かしたら、あー、ここに物置いたの誰だ、ほんと自分ちゃん片付けなさい。船ではずっと歌ってるしさ、もう、まあ、なるべく光の邪魔にならないようにやっていかないといけんよな。これは奥でいいのか。え、けどそしたらねえ、あ、違う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 、ここに逃がしてこれを移動したいわけだ。はいはい、でこれもこっちへ逃がしていけるかな。もうちょっとこれこっちに移動させた方がいい。よし、これでいいだろう。ほんまに、あ、いけた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 、反射してる反射してる。で、あー、いいねいいねいいね、エネルギーが充填されてる感じがする。やっとか、これで中を調べられる。お父ちゃんこんなとこにいんの？暗いな。行くか。ほっ。いやー、高所恐怖症の人にはこのゲームは辛いだろうね。だって怖いもん。俺、そんなに高所恐怖症じゃないけど。キュッてするもんな。あーあーああ、コウモリが。父さんはどうしてここに。ね、それだよな。熱い。うわ、えらいとこやな。足元に気をつけ。危ない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 。さらに下に行くの？暗闇だ。いいぞ。なんだかすごいところに来ちゃったな。
こっちでいいのか。ほっ。よっ。よいしょ。怖っ。あ、そのままいける。あ、よかったよかった。どういう場所なんだ。はあ？飛び込んでみるか。そう？行っちゃう？行っちゃおうか。ここは広いな。せやね。何？アトランティスか何かかな。誰かいるか？いるやん、めっちゃいるやん。よく来たカサンドラ。アトランティスへようこそ。アトランティスか。ピタゴラス？あの。アトランティスだって。ありえない。NHK さんの。神話じゃなかったのか。世界の数々の神話や伝説にはその裏に隠された秘密がたくさんある。あんたは？私の名はピタゴラス。お前の父親だ。ピタゴラスだと。そんなはずはない。何十年も前に死んでる。そうだ、記憶が正しければほぼ一世紀になるな。だが私は今こうしてお前の目の前に立っている。まさかイカロスは。古くからの親友だ。え？お前を見守るために使わせた。そしてついにお前はたどり着いた。え？何聞きゃいい。父に会いに来た。まあ父に会いに来ただよな。本当の父に会うためにはるばるやってきた。あんたか。家族との再会のために来たわけではないだろう。もっと大きなものがかかっている。私はなぜここに来た。私の役目は何だ。答えを知りたい。ここには知識がある。並々ならぬ知識だ。誤った者の手に渡れば秘密は人類に破滅をもたらす。なるほど。この場所が他の者たちに見つかってはならない。世界から永遠に封印する方法を見つけなくては。さっぱり理解できない。私は戦士であって学者じゃない。誰にも役割がある。お前の役割は私と共にアトランティスの秘密を守ることだ。はぁ、こ、じゃあ封印しようよ。分かった。それでギリシアを守れるなら。何よりも自分を信じろ。お前には偉業を成し遂げる力がある。最善を尽くす。私が求めている答えはこの仕掛けの後ろだ。だが封印されていて開くために必要な秘宝が見つからない。秘宝？秘宝を見つけてアトランティスに戻せばいいのか。ああ、その通り。その秘宝があると思われる場所の手がかりはすでに私が集めている。おお、仕事できんじゃん。お父さん、秘宝には強大な力が。弱き者を堕落させ自らを守る意志をも持っているのだ。持ってくる。だがまだ聞きたいことはあるんだ。答えならある。だが今はこれを受け取れ。オイオティアに隠されている秘宝に触れるための鍵の一部だ。今も私の仲間がもう片方を探している。なんだかすごい話になってきたね。まあ超古代文明的な扱いはアサシンクリードはちょこちょこありますので、こういうのが入ってくるのも面白いね。あ、お久しぶりの現代。テラ、アトランティスを見つけた。アトランティス？バイタルをチェックするわ。きっと錯乱してるのよ。信じろ。現実を変える力を持つイスの秘宝をずっと探してきたのにそんなこと言うの？ピタゴラスは紀元前570年頃に生まれた。
つまりあの洞窟にいる男は150歳近くになる。どうやってそんなに生きてるっていうの？ヘルメストリスメギストスの杖よ。なんだって難しいな、ね、ヘルメストリ…荷造りを手伝うわ。ありがとう、大詰めよ。あー、この現代チームはアトランティスを探してたのか。うん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 。まあどっちみっち現代でも過去でも超古代文明を誰が手に入れるかみたいな感じなんだな。装備の準備は OK。 これから潜る。洞窟には何が待ってるかわからない。サメがいるかも。テンプル騎士団よりマシ。アブスターゴは任しとき。頑張りや、レイラ。ありがとう。今から潜る。入る方法があるはずだからそれを探す。あそこ、きっと入り口よ。なんだか急にメカメカしくなっちゃったな。みんな、まだ聞こえてる？ずいぶん静かだけど。聞こえとるね。よかった、ここは静かすぎる。あなたは一人じゃない。みんなが見守ってる。うまくやってるわ。私たちがついてるよ。アサシンが聞いて呆れるわ。はあ？机の前でも役に立てるし、古代ギリシアに関する情報ならたくさんある。例えばザクロスでミノー人が作った巨大な墓場が死者の谷って呼ばれてたの知ってた？あ、これさっきカサンドラが進んでた火山のところか。私が死んだらこの場所を死者の洞窟と解明してね。任せて。まったく。うん、あ、一応このアツコさんがやってるキャラもアサシンではあるのか。そうだよね、イーグルダイブ的なことできるもんね。すごいな。ロンドンのロフトが恋しい。レイラか。あそこの眺めが好きだった。恋しい。なんで戻れないの？清の報告を読まなかった？アブスターゴに踏み込まれたの。もう使えない。テラのこと調べてたから。清大丈夫だったの？もちろんや。全部綺麗に片付けた後で奴らが侵入する様子を遠くから観察しとった。まああれよね、コスモスの門とは現代のテンプル騎士団ってことだよね。あ、アブスターゴ社か。その必要はない。私の特製 IC タグ通信機が入った偽の USB をどこかのワークステーション、例えばセキュリティオフィスに近づけただけでドカン。やるわね。朝飯もよ。わ信じられないほど手が込んでる。どうやって建てたの？ああ、イースのツールボックスが欲しい。エジプトとは違う。一部の美的要素は共通してるけど。始める前にスーツを脱がないと。何を始めるの？ここで何をするの？本物だ。やった。レイラからアルタイル2号入った。見える？もちろん。すごい、レイラ、アトランティスだよ。気分はどう？気圧の変化による吐き気はない？大丈夫。それよりこの部屋、圧倒される。考えろ、レイラ。方法があるはず。ここを動かせるものは何？アニムスに入り直すわ。カサンドラがどうやって奥へ入ったか見せてもらう。なんかアサシンクリード初期の頃はそのアニムスっていうその過去のね DNA から算出した仮想の過去に入るのも大きな機会が必要だったけどね。これが鍵に違いない。ずいぶん簡単やった。 VR みたいなのガチャってつけたらいけるんだね、アニムスに。アニムスの中に。で、桜井世界を探検してて多少鍵を手に入れています。だから多少つけていくか。ここ見つけなければその多少手に入れた秘宝をね。
はい。世界を旅しているときにね、桜井はミノタウルスとキュクロープスと、なんだったっけ、ゴルゴン、ヘビ女だね、ゴルゴンってを倒しました。アレシアって誰？何？はん？私はアレシア、真実であり啓示をもたらす者、宇宙の法則を書き換えようとするイスの者たちに、人類の進歩を操作しようとする者たちに呼びかける。望みは？望み？彼らの潜在能力を恐れるあまりに、人間を猿のように扱い支配するためどれだけの秘宝を作った。人間が自ら成し遂げたものを見よ。民主主義、外交術、受け継がれた文化、彼らを対等に扱えばその恩恵を受けられるというのに。何を言ってるんだ？あなたは不死を追い求めるあまり明白のことを無視してきた。あなたは変わらない世界を見つけるために終わりなきシミュレーションを行っている。ひどく不毛だ。変化は起きる。それはあなたが恐れる世界の終わりといったものばかりではない。あなたは自らを救い手と呼ぶ。ならば聞かせてほしい。そもそもあなたが宇宙の糸を引かなければ滅亡の日はなかったのでは。私はあなたたちの再創心を奪い、代弁者たる役割を奪う。私もイスである。だがその利己的なやり方には加担しない。彼らは我々に語りかけ、驚くべきことを示した。だがその非難の言葉はなかなかに厄介だった。古の時代、アテナとポセイドンはアテナイを巡り争った。アレシアはこの地の支配を勝ち取ったのか。なんだか込み入ってきて、桜井は3分の1も理解できません。とりあえず手に入れた鍵を入れるか。よくやったな。この気候で神殿の封印により近づけられた。こっちはこれのせいで死にかけた。イニシエの冒険者よ、あなたのためにこの記録を作った。混乱させたのなら謝ろう。我々イスには過去と未来が見える。はあ。今後幾度もここに来るだろう。はい。東方の先駆者たちはあなたの行く手に無数の試練を配した。秘宝、怪物、オリンポスプロジェクトは執拗に干渉する。オリンポスプロジェクト、あなたへの明快な答えはない。多くの選択肢から選んだ道によってあなたの未来は変わる。だがその多くは苦難を伴う。あなたが綴る悲劇こそが真の神託なのだ。だが諦めてはならない。あなたは重要な存在なのだ。だからこそパンドラの箱に最後に残ったものをあなたに授けよう。希望を。あ、そう。絶望だけが我々の遺産ではない。共に運命に抗おう。あなたは単なる傭兵ではない。時代を超えた英雄なのだ。ほん。自分の死を真実として貫けば乗り越えられる。ま、要は希望をくれるってことですね。歴史にその名を刻め、この世界の醜悪なもの、美しきもの、その全てがあなたに与えられている。ああ、はい。彼女の言葉はお前に向けたものだ、わし使いよ。そうね。私の準備が身を結んだ。お前の血脈に秘められたものは先駆者自身によって証明されている。アレシアは未来が見えるという。無数の未来が。これは真の神託なのか。なんかすごく機械的だなって現代なら思うだろうけど、過去の人がこれを見たら神だと思うだろうね。で、神のお告げか。で、何を言ってるか分かんないけど、分かる部分だけで理解しようとするのかな。急げ。その秘宝が神殿の封印に役立つだろう。
あんたはこれの前の持ち主のように頑固だな。ピタゴラスのことから。うん。あなたは現実そのものの等式を解き明かし、他のものが手の届かぬところにたどり着いた。素晴らしくも恐ろしいことだ。わずかな宇宙の理解があなたの精神を歪めたのは明らかだ。謝罪する。先駆者たちは準備なき者と知識を共有すべきではなかった。ピタゴラスの性格は歪んじゃったの。あなたは脅迫的な暗闇にいる。こうした力と血脈への集中はあなたの真の遺産ではない。はあ。先駆者はあなたを操った。あなたの問題解決能力を利己的な目的に利用していた。あなたにはそれ以上のことができる。自分自身の遺産を作るのだ。発見したものの輝きによってあなたの死後もその光が差し続けるように。今こそあなた自身が置かれた状況に集中しなければ。あなたは今強力な秘宝を手にしている。それはあなたの命を引き延ばした。辛いだろうが手放す時が来た。他の誰かが透視の均衡を保つ番だ。はあ。いや違う、嘘だ。これは妄想などではない、研究だ。これは世界の起源そのものの発見なのだ。これは確かに意見の中の一つだ。だが私は聖国を得ていると思う。ふん。今のはピタゴラスのことだよね。ピタゴラスが恐れるな。影を持つ雲の上には光を持つ星がある。あまり時間がないのはわかるが、答えを知りたい。聞きたいことはたくさんあるだろう。いやまあいいや、あのなんかちょっと、うん、情報が多すぎて無理。ああやることはたくさんある。早く秘宝を持ってきてくれ。時間がかかればアトランティスが発見される危険も高まる。まあとりあえずあと一つ秘宝はね、あと一つ差し込むところがあるから、それを手に入れたらいいんだろうな。はい、これか。秘宝の一つはボイオティアにある。お母さんに会う前に秘宝の一つ手に入れるか。ボイオティアってどこ？ボイオティア、ここだ。これ？あ？これでいいのか？スフィンクス？どうやって行けばいいだろう、これ。こっちからの方が近いかな。コメントでチラチラ、お父さんスイッチって書いてるのが超面白いな。そうだよね。ピタゴラーだもんね。さて、あっちに行けばいいんだな。いやーまさかカサンドラのお父ちゃんがピタゴラさんだとは思いませんでしたね。ピタゴラスさんか。さて、まあ、スパルタにお母さんが行ってるので、スパルタに行きたいですが、お父さんの方を終わらせてから行ってもいいのかなーなんて思ってたりします。はい。よいしょ。よいしょ。オッケー。あれは？これな。まさか。ここに秘宝があるのか。いやいやいや、なんだかとんでもない話になってきたな。アトランティスは見つけたし、ピタゴラスさんも見つけたし、
まあまあね、その世界を、このオデッセイの世界を旅してる時にもう私よくわかんない化け物と戦ってたので、ミノタウロスとかね、キュクロプスとか、だからまあ何でもありやなって思ってたんだけど、まあまあ何でもありになってきたな。あ、ここも遺跡だわ。はい、よし、じゃあ時間がちょうどいいのでここで一旦区切りたいと思います。アトランティスの秘宝の秘密とは何なのか、そしてスパルタの運命はどうなるのか、はい、よかったら続きも見に来てくださいね。ご視聴ありがとうございました。ではでは。